いとししチャンネル登録者様いいいつももごご視聴ありがとうござまますす今日もよろしくお願いいたします、えー、本日なんですけれども、ウイスキーとコーラの組み合わせで、ちょっとカクテルを作っていってですね、コーラはずっとこのペプシーゼロを使っていくんですけど、ちょっとね、これ買って余っちゃったんで、まあ消費しようっていうのもあるんですけど、えー、このペプシーゼロを使ってですね、どのウイスキーと割るのが相性いいのかっていうのを検証していきたいなと思います。 で、まあ一応正式なカクテル名としては、ウイスキー・コークっていうカクテルになってます。ただ、コークっていう言い方がですね、実はコカ・コーラ社が出しているコーラを指すみたいなんで,で、その別のコーラを使う場合は、ウイスキー・コーラって言った方が正しいというか適切みたいですね。で、このウイスキーじゃなくて、他に例えばラムを使った場合はキューバ・リブレって言ったりしますし、あとはテキーラを使う場合にはメキシコーラっていう別のカクテルになります。はい。 で、ウイスキーコーラ以外にも、コークハイとか、そんなような言い方もするので、皆さんもね、どっかしらでそういった飲み物を見たことあるんじゃないかなって思います。で、コークハイを作る時の、まあ一般的には使うウイスキーっていうのはバーボン系がいいっていうふうに言われてますので、今回はね、ちょっと後ろの方見えないかもしれないんですけど、8種類のバーボンを揃えましたので、まあ飲み比べをしていってね、どれが一番コークハイにいいバーボンなのかっていうのを見極めていきたいと思います。 で、他にも僕一応持ってるんですけど、コーラ割りっていうことでね、あんまり高いのを使ってもっていうのがあると思うんで、あまあある程度値段そこそこのもので揃えましたっていうのと、あとね、ちょっと今日はジャックダニエルは入ってないですっていうのも、まあ個人的に僕が今所有してるものでやってるので、まあたまたまジャックダニエルがないっていうのもあるんですけど、僕はまあ普段からジャックダニエルそんな飲まないんですよね。 コンビニとかで見ても2500円とかそんぐらいすると思うんですけど、まあそれ買うんだったらっていう気持ちが強いもんですから、 あんまり買う機会がないんですけど、まあ今度ね、まあ言うても有名なお酒ですから、ジャック・ダニエルも買おうかとは思ってるんですけど、まあ、ちょっと手持ちではないですっていうような状況です。はい。それでは、今回作っていきたいと思います。で、レギュレーションなんですけど、こちらのメジャーカップで測ってですね、ちょっと数が多いんで、15ミリずつで、えー、ハーフショットのカクテルってことで作っていきたいと思います。それじゃあね、ちょっと手前のオールドグランダットからいきましょう。 これはね、アルコール度数が57%あります。それでいて、お値段はですね、そんなに高くなかったんですよね。3000円いかないぐらいで買えるかなと思います。っていう手頃さがあって買ったっていうやつですね。動画で紹介したいことはないんですけど、結構おすすめのバーボンかなと思います。ちょっとこれだけでかいんで、下置いちゃいますね。これ別の撮影用に使うために、樽に入れるために買ったんですけど、ちょっと台が重さで耐えられなそうなんで。あとなんか僕自身もちょっと取り回しづらくなっちゃうんで、この辺の。 はい。えー、それじゃあね、割っていきます。ペプシーゼロ割りですね。まあペプシーゼロのちなみに使ってる理由なんですけど、まあたまたま売り場で見た時に僕、コカ・コーラでもペプシでもどっちでも良かったんですけど、ペプシの方がね、20円ぐらい安かったんですよね。これ1本で170円ぐらいだったんですよ、スーパーで。まあそう考えたら結構お得じゃないですかっていうことで、まあウイスキーのコーラ割りって、なんていうか別にどうせ炭酸缶だったら、まあ炭酸で割ればハイボールですけど、別にコーラで割ったら高価入っていうことで、えー、どっちもね、別にカロリー 気にしている方は今時だったら別にゼロカロリーのコーラもあるんでそれ使えばいいと思いますし値段もねこの1.5リットルサイズで考えるんだったら正直そんなに変わんないと思うんですよ別に炭酸買うのも家にはソーダストリームみたいなのある人は別だと思うんですけど ま、スーパーで買う分には1リットルの炭酸だろうがこっちのね、コアコーラの1.5リットルだろうがそんなに大差はないと思うんで、その辺は好みでね、やってもいいんじゃないかなと思います。で、割り方の分量なんですけど、コーラの味が結構強いんで、そんなに割らなくてもいいかなっていうレシピが多かったです。大体の、コークハイを作るときは、ま、1対3とか、それくらいの割合でやってるところが多いんじゃないですかねっていうのは印象だったので、1対3から1対2ぐらいで、そんぐらいで作っていこうかなと思います。 ちなみに、ハイボールとかだと1対4って言われてるんですけど、それよりね、ちょっと気持ち濃いぐらいで作っていこうかなというふうに思います。えー、そんな感じでね、投資でバーバーバーって作っていきたいなと思います。まずはこのオールドグランダットからいただきます。うん。あー。オールドグランダットはアルコール度数57%あるんですけど、しかもそんなにがっつり割ってないじゃないですか。半分いくかいかないかぐらいで割ったんですけど、それでもね、やっぱりコーラの味がすごい強いんで、全然問題なく飲めますね。美味しいと思います。で、まあ、オールドグランダット自体も、 アルコール度数の割にはっていう美味しいお酒なんで、そこもこうそうしてるんだと思いますが。それじゃあね、次はメーカーズマークいきたいと思います。はい。こんな感じですかね。軽くこうやって。まあ炭酸で勝手にか拌されるんで、そんなに混ぜる必要ないと思いますが、メーカーズマークの公開いただきます。うん。まあ一発目、オールドグランダットっていうちょっとね、カスクストレングス系のウイスキーチョイスがどうなんだっていう話なんですけど、それと比べたらやっぱり、 ちょっと薄めかなって感じですね。もう全然ガブッと飲めちゃいます。まあでも言っても、実はメーカーズマークってアルコール度数45%あるんですよ。だから普通のその辺のアルコール40%のウイスキーよりはちょっと濃いんですけどね。本当は。はい。もう作り始めてますが、お次はですね、バッファロートレース蒸留所が出してるその蒸留所の名前を関したバッファロートレースになります。 こちらもね、アルコール度数が45%のバーボンですね。まあ今日紹介するのはもう全部バーボンなんですが。はい、バッファロートレースの公開です。いただきます。 ちなみにこのバッファロートレースは僕これも動画で紹介したことないのかな多分楽天でユーザーレビュー見るとコークハイが美味しいよっていう風に書いてあったんでそっからねバーボンで固めてコークハイ作ってみたらっていうヒントを得てるっていうところもあるんで結構ねもしかしたらメジャーな飲み方というかお品な飲み方なのかもしれないですねまあ実際今直前で飲んだメーカーズマークと比べるとアルコール度数は一緒なんですけど こっちの方がやや味が強いかなっていう、こってりしてるっていうかね。逆にメーカーズマークは爽快に飲める。いわゆるハイボールっぽい感じで、えー、飲めるって感じですかね。まあまあでも美味しいです。で、ちょっと今日はですね、この手前に、言うても安酒の中だったら、ちょっとお高めのやつを写真映えするようにね、あえて置いたんですよ。後ろの方はね、もうちょっと安いやつです。このヘブンヒルとか、アーリータイムスとかですね。今ね、冷蔵庫から氷を補充してきました。 この部屋もエアコンついてなくて暑いんで、うちの家ね、エアコン1個しかつけれないんですよ。それじゃあ次、ヘブンヒル行きます。この辺からね、アルコール度数40%になってきますね。まあ、バーボンでアルコール度数高いやつ結構多いなって印象なんですけど、それでもさすがにエントリーモデルの安いバーボンはアルコール度数40%ぐらいだったりはするんで。うん、で、えー、コーラを入れます。はい。ヘブンヒルの公開いただきます。うーん。 ちょっとなんか薬品感を感じちゃいますね。バーボンもコーラも薬品感もともとあるっちゃあるんですけど、あんまりこう相乗効果になってないような気がしますね。まあ全然飲めないってほどじゃないんですけど、ウイスキー自体も美味いしコーラ自体も美味いよねっていう単純に美味しいものを掛け合わせただけの力技みたいな美味しさですね。相乗効果が見られる部分が特にないというか。えー、お次はアーリータイムス作っていきたいと思います。 15ミリコーラを半分まで入れて。はい。アーリータイムズイエローラベルのコークイいただきます。まあちなみにね、コークイの方が言いやすいからコークイって言うことにします。正式名称、ウィキペディアで出てくるのはウイスキー、コークらしいんですけど、まあそれもね、コカ・コーラを使ってないとコークって本当は言っちゃいけないらしいんで、ちょっと面倒くさいんで、コークイで行きます。バーとか、そういうクラブハウスで出てくるカクテルみたいなのも結構ね、コークイって書いてあるところの方が多いと思います。 あの、僕が今まで見てきた中だとね。えー、それじゃあ、アーリータイムスの、いただきます。うまいっすね。ヘブンヒルよりはこっちの方がうまいですかね。ちょっと手前の3つって、どれも2000円台なんですよ。だから、まあ、ぶっちゃけ、うまくなきゃ困るみたいなところがあって、 正直こういうコーラで割った飲み方するのってデイリー用の飲み方じゃないですかって僕は思ってるんで正直なんならこの2000円台のバーボンですらちょっと使うのがためらわれるぐらいの感覚なんですねだから美味しくなきゃ困るし美味しかったとしてもちょっとワンチャンもったいないなっていう気がしないでもないんでもっとね1000円台とかそれぐらいのバーボンでやっぱりああこれコーラとの相性いいなっていうのを見つけたいっていうのが今日の本音だったりもします はい。それではね、バンバン作っていきましょう。お次はね、ベンチマーク8年ですね。あ、これこれね、毎回思うんだけど、ベンチマークこれ8年じゃなくて、紛らしいよね。これ多分スコッチだとこういう紛らしいこと許されないんだと思うけど、ラベルの基準があるから。あの、これね、ナンバー8っていう数字、な、何ナンバーかわかんないんだけど、 エイジじゃないんだよね、これ。年数じゃなくて、スコッチはすごい厳しいラベルの基準とか、あの、製法の基準があるから、こういうのは許されないんだけど、これバーボン特有だね。まあ、日本の方がもっとガバガバだと思うけど、はい、すいません。これは年数じゃないです。皆さんも気をつけてください。ベンチマークナンバー8をコーラで割って、ちょっとね、コーラがなんか多くなっちゃったかもしれないですけど、まあ、ご愛嬌ということで、いただきます。 うん。まあ、ヘブンヒルと比べたら、やや薬品感っていうのはないような気がします。ただ、この後ろの方にある安酒の中だったら、アーリータイムスの方がいいかなって気がしますね。でこの安酒税の中だと、アーリータイムス、ベンチマーク、ヘブンヒルっていう順番ですね。今のところ。ちなみに今紹介した3本はどれもアルコード数40%です。次はジムビームをいってみましょうか。 これもね、アルコール度数40%です。で、ちょっとね、別の動画の企画でやってるんですけど、ブラックニッカークリアをちっちゃいタルで3ヶ月熟成させるっていう企画をやってるんですけど、それが3ヶ月経ったんで、次はこのジムビームを入れて、バーボンカスクフィニッシュ的な感じにしちゃおうかな、バーボンダルっぽくしちゃおうかなっていうのをやるためにこれを買いました。でね、せっかくあのタルに詰める前にある状態なんで、これも使いましょう。ジムビームもね、非常に安いので、これがね、コーラとの相性がいいっていうんだったら、それは 喜ばしいことじゃないですか。なので、試してみましょう。このね、なんか、15ミリ入れるためにこの4リットル相当ピーキーっていうか繊細だよね。まあ自分、職人なんで、任せてください。コーラを注いで、ジムビームのコーラ割り。いただきます。うん、うん、うん。あー、結構なんか香りがありますね。ちょっと薄めてみましょうか。あのボトルだったんで、えー、やや入れすぎちゃった気もするし、純粋にもうちょっと薄めてみたい気もする。 うん、ジムビームのコーわ割り結構ありですね。香りが結構あるなって思ったんですけど、味はね、軽やかでそんなに悪くないです。だから、アーリータイムスといい勝負かなって感じなんですけど、この 4リットル版があるおかげで、アーリータイムスって4リットル版とかないんで、えー、そういう意味で言うと、コスパはジムビームの方に軍配が上がるかなっていう感じがしますね。また氷ね、補充してきました。で、最後はね、番外編ってわけじゃないんですけど、厳密に言うとバーボンじゃありませんが、このリクを使いたいと思います。理由なんですけど、グレーンの比率が多いんですよ。ラベルにも、グレーンモルトって書いてあるように、 グレーンがベースになってるお酒なんですね。ということで、系統としてはバーボンに近いかなっていうところがあるんで、バーボンの本質って、グレーンを使っている以外にも、内側を強烈にチャーしたタルシンダルを使うっていう特徴とか、気候的な問題もあったりはするんで、えー、まあ、グレーンを使ってるからイコールバーボンっぽいっていうのは、まあ、個人的にはそこだけで判断するのはやや早計だとは思いますが、まあ、とはいえ実際にネットの評判とか見てると、バーボンに近いねとか、 キリン自体もね、どうやらアメリカにも上流症を持ってるみたいなんで、そういったところの原種が使われているんだとすれば、まあ、バーボンに似てるっていうのが、スコッチとかジャパニーズウィスキーに比べれば、こっちの方がまだ似てるっていうのは、納得できる部分もあるんで、試しにこれも投入してみようかなと思います。で、えー、こちらのお酒なんですけど、アルコール度数が50%あるんで、そういう意味で言うと、最初に紹介したオールドグランダットだとか、 こちらのメーカーズマークもアルコール度数45%、バッファロートレースもアルコール度数45%っていうことで、その辺に並んでくるアルコール度数の力強さっていうのがあるんで、えー、それでいてお値段も1500円しないぐらいで買えると思いますので、低価格帯のウイスキーとしては2000円台のウイスキーに迫るものがあるっていうことで、その辺もチェックしていきたいなと思いますので、こちらを選ばせていただきました。それではね、入れます。15ミリ。はい、陸の甲羅割り。いただきます。 アルコール度数50%のパワーを感じろああ。まあ、やっぱね、こうして連続で飲み比べてみると、さすがにやっぱりバーボンとは違うな、とは思いますね。やや苦味がある。別の言い方をするならば、ちょっと華やかさとか甘みに欠けるかなーって感じですかね。まあでも、リクって他の使い方もできるんで、普段あんまりバーボン飲まないし、リクだったら手軽にコンビニでも手に入るかなって方には、 決してダメな組み合わせじゃないですね。今までこれ全部がバーボンなんで、そもそもちょっと比較しづらいっていうかね、全然別の味してるかなって感じなんですけど、1000円台でアルコール度数が50%あるリクっていうその特徴に魅力を感じる人はリクで飲んだらいいと思うんですけど、まあ、特にね、そのガツンときつめのおやつが飲みたいとかそういうことでなければ普通にアイリータイムスとかジムビームでいいんじゃないかなっていうような味ですかね。 はい。えー、これでね、全部8本の紹介が終了したんですけど、まだね、ちょっとコーラが余ってるんで、僕自身もね、ショットで言うと、まあ余裕で飲めるのは4ショットまで。で、一応翌日問題ないかなっていうのが5ショットぐらいなんで、今全部ハーフで来てるんで、えー、ハーフで8本っていうと、15ミリる8っていうことで、だいたい4ショット分なんですね。で、5ショットまあいけなくはないんで、せっかくなんでね、えー、トータルで10本のご紹介っていうことで、 別にランキングでトップ10にしようっていうつもりはないんですけど、まあ、キリがいいかなっていう意味でね、やっちゃいましょうっていうことで、まずはね、ジャックダニエル。僕持ってないんですけど、ジャックダニエルのシングルバレルのやつなら持ってたんで、これを言ってみましょうか。これね、変なコンビニがあって、セブンイレブンなんですけど、そこで買ったんです。3680円でした。コンビニってフランチャイズじゃないですか。 たまにね、オーナーの強い個性が反映されてるコンビニっていうのがあって、セブンイレブンに限らずだと思うんですけど、そういうタイプのコンビニでたまたまうちさんで買ったみたいな。だからちょっとね、まあ、ジャック・ダニエルの一番プレーンなやつはないんですけど、これを行きましょう。はい。 あとは、ウッドフォードリザーブですね。なんか、形がすげえ特徴あるんで、見たことある人はいるんじゃないかなと思いますが、こっちはね、アルコール度数43%っていうことで、スコッチウィスキーのいいやつのベースみたいなアルコール度数になってます。なんかちょっと小生意気ですよね。で、こっちは45%ですね。45%っていうことなんで、メーカーズマークとか、バッファロートレースとか、いわゆるバーボンのフラッグシップモデル、一番メインストリームで売っていきたい価格帯の、 ところに近づけてるんじゃないかなって気がしますね。シングルバレルでもないし、40%でもないしみたいなところで。えー、それではこっちのね、ジャック・ダニエル、シングルバレルから行ってみましょう。ちなみにこれ、シングルバレルって書いてあるんで、僕も詳しく調べてないんで、今日はね、一個一個詳しく述べるって回じゃないんですけど、ま、あ要はこれ、カスク・ストレングスだったら、全く加水しないって意味なんですけど、このシングルバレルっていうのはあくまで、一つの樽のやつを使うって意味なんで、それに対して一つの樽の現象を使ってる限り、 加水するしないっていう、そこに制限はないんですよね。なので、一つの樽のものから作ってる、混ぜてはいないけれども、その、加水はしてるよっていうことになります。15ミリ、それでいきます。ちなみに、ジャック・ダニエルは、僕個人はそんなに好き好んで買わないんですけど、値段が、ね、やっぱ2000円台ってなってきちゃうと、ちょっとね、やっぱりこう、敷居が高くなっちゃうんで、ないんですけど、僕の兄貴はジャック・ダニエル大好きですね。そっか、僕はあんまり兄弟の話とか、そんなにしないんですけど、兄がいてですね、 兄はジャック・ダニエルが大好きです。はい。えー、それではね、ジャック・ダニエルシングルバレルの公開いただきます。うん。なんか、華やかで心地いい感じ。美味しいですね。まあ、ただ、値段もね、今日ご紹介してるウィスキーの中だと、3680円っていうことで断突で高いんですよ。ウッドフォードリザーブもこれも高いんで、そこは除外するとしたら、 メーカーズマークなり、バッファロートレースなり、オールドグランダットも2000円台のお酒なんで、まあ、一気に3000円台になってきちゃうっていうところで、まあまあまあ美味しくて当然だよね、みたいな、ちょっとかわいそうなやつなんですけど、敷居が上がっちゃってるってことでね、うん。まあでも別に、あの、まずくはないので、普段ジャックダニエル飲んでる方で、まあ、たまにはこだわりしてみようかなっていうのだったら全然それでやっちゃっていいと思います。少なくとも損したなって、 てことととににははななならないと思いいいい思思まますす非常にやっぱり相性はいいかなと思いますね考えてみたらさ、コーラもアメリカ原産なところあるじゃないですか。バーボンもアメリカですよね。なんかそういう偶然かもしれないんですけど、もしかしたらね、土地柄っていうのもあるんじゃないかなって個人的には思いますね。やっぱり地元のものを組み合わせることで美味しくなるっていうね、そういうのもあるんじゃないかなって思いますけどね。はい。えー、それじゃあね、最後にウッドフォードリザーブ行きます。 これね、いくらぐらいするんだろう僕もなんかこれ値段覚えてないんですけど、多分4000円か、そんぐらいですかね。これでも1リットル入ってて、日本だと700ミリっていうのもあると思うんですけど、1リットルっていうのもあるんで、まあ若干その分はお得なんでしょうけど、それでもね、4、5000円ぐらいすると思うんで、あんまりね、ポンポン買えるお酒じゃないんで、僕もあの、ゆっくり飲んでます、これは。なくならないように、本当に1年、2年がか,かりで飲んでるっていう感じですね。 はい。それでは15ミリ、それでいきます。まさかね、このウッドフォードリザーブ側もうコーラで割られる前提で作ってはいないと思うんですよね。まあ、ただ、ウッドフォードリザーブに関しては、このウッドフォードリザーブを使ってくださいっていうのが指定されてるカクテルっていうのもあったりして、結構ね、カクテルにも耐えられる酒の性質になってるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あそれがどういうことなのって言われると厳しいんですけど、ま、あ要は使いやすい万能タイプのウイスキーの味の質っていうことになってるんじゃないかなっていうふうに思います。 はい。ええー、それじゃあね、コーラで割っていきましょう。やっぱりね、お酒によって、ストレートだと美味しいとか、トワイスアップぐらいがちょうどいいとか、ロックが美味しいとか、ハイボール向きとかあるんですよ。で、それで言うと、僕からすると、カクテルに向いてるっていうのは、すごい万能タイプのウイスキー。つまり、どの飲み方をしてもある一定の品質を保ってるウイスキーっていうのが、非常にカクテルに向いてる。 ウイスキーなんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますので逆に言うとハイボールに向いてるとかロックの飲み方が美味しいとかストレートがの美味しいっていうタイプのウイスキーってもうそれに特化しちゃってるんで非常にピーキーなんですよね扱いが難しいとも言えるかなというふうに思いますはいもう終盤なんですけどねちょっと動画が撮れてなかったっていうことで音声で失礼させていただくぞーっていうことで音声で失礼させていただきます、はい で、まあ、ちょっと映像がないんであれなんですけど、えーっと、今日改めてね、ウッドフォードリザーブを飲んでみた感想としては、すごい甘くて華やかで美味しいなっていうあの感じでした。まあ、でもあの、値段も値段ですし、うーん他でも、もっと低価格帯のでも十分美味しかったなっていう感じはあったんで、まあ、あえてこれを選ばなくてもいいかなっていうことは思います。ただ、元々ウッドフォードリザーブ自体が好きで、 飲んでる方であれば、もちろん、コーラで割ったところで、えー、全然まずくなることはありませんよっていう、あのー、なんて言うんですかね。相乗効果を全く感じないわけでもないぐらいの美味しさはあるんで、えー、その辺は問題ないかなというふうに思います。えー、それでは、最後こんな感じで申し訳ないんですけど、今日の動画はこれで終了させていただきたいなと思います。よかったらまた見てください。ウルサイトでした。おやすみなさい。